あのオーガスすら貴様に敗れたか。なぜお前は何度でも蘇る。なぜそうまでして戦うのだ。そして貴様が手にしているその力、我らが1万2000年かけて到達した域を超えているではないか。なんという不尊な力か。ここで滅せずには折れぬ。ブラフマ・アストラにて重複せしめん。ブラフマーストラを使用するだと。血迷ったか。独断で何をしているオルガ。その一撃で地上に生きる命から捧げられたマントラ、どれほど失われるのか。どれほど大回転の成就に支障をきたすか分からぬのか。マントラは再び貯めればよかろう。人間は我らが管理している限り不滅。今奴を仕留めねば、大回転成就そのものが危うくなる。待て、アスラは我が始末する。仕留め損なった者がよく言う。完全に消滅させれば奴とて迷い出られまい。目的をたがえるな。その力はゴーマを一掃するためのものだ。それをアスラごときに使うだと。知った者たちの死を無駄にする気か。これ以上の問答は無用。邪魔立ては許さぬ。すべての命は大義のため、故に邪魔をさせてもらう。マントラが充填される前に宝刀へたどり着く必要があるか。どこへ行かれるおつもりか。知れたこと。不義を正しに行くのだ。夜叉殿ご乱心、呼ぶと出会え。メッシ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 。
できぬぞ。神とはいえ、過ちは正さねばならぬ。因果応報ブラフマンストラ、発射最終段階へ行こう。砲塔へマントラ充填開始。マントラ充填完了まで5分。始まったか、急がねば。
我らがなすこととそ天の曇りもない大義だ。欲望のまま生きよ。お前は考えすぎだ。列車殿の妨害により車線はされました。損害箇所の点検により第二車は不可能。この礼ヤシャ。俺は大義を取ったはずだ。
夜叉の迷いなど構うことなく、ゴーマの大軍が町に迫り、町ごと浄化すべきと主張するセルニーとは別の選択を示す夜叉。ゴーマが町に到達するより早く、そしてセルゲイの浄化より早く、夜叉の拳は届くのか。